はい、どうも林です。デトロイトビカムヒューマン続きやっていきましょう。前回はアリスちゃんとカーラさんが特殊詐欺に引っかかったけどなんとか逃げ延びたといったところでしたね。今回はじゃあ、コナー、そのデコナー多いね。11月6日、まだオープニングから1日しか経っていないという事実。ここは庭園か、アマンダさんがいるところですね。傘持ってるコナーアマンダさんに傘を届けるっていうことなのかな。傘ってことはやっぱアマンダさんはアンドロイドではなく人間なのかな。ちょっとアマンダさんを見あめちゃくちゃいるじゃないか。アマンダさんを見つけるの真下にいるけど、すぐさま届けたいところではあるんですが、まあ、ちょっとね、今この傘でなんかね思い出したことがあって、私のヨタ話に付き合っでいただきながら、ちょっと周辺ね見るものがないか、雨の庭園というのもまたおつじゃない、散策させてください。あのね、聞いてくれます？この傘で思い出したんですけど、アリスちゃんがアンドロイドなんじゃないかっていう説が一時期僕の中で上がってたんですよあの雑誌で子供型アンドロイドに関する雑誌があって、あれに LED がついてないと、子供型アンドロイドにはっていうのがあって、のを見た時からちょっと僕の中でもしかしたらと思って、それとね、アンドロイドって雨でも傘ささないじゃないですか、ね、こうして人間であろうアマンダさんには傘を届けようとしてるのに、アンドロイドって基本的に雨でも傘ささない。アリスちゃんもね、雨の中でも傘さそうとしないから、もしかしたらと思ってたんですが、ですがよ、反証がありまして、コナーがカーラさんとアリスちゃんに接触した回の時にアンドロイドは食事をしないって断言してるんですよね。雑誌の方にも空腹感を感じないっていう記述があった通り。でもトットと生活してる時、アリスちゃんはパスタ食ってたんですよね。パスタ食ってるお前だったんですよ、っていうのと、あとアリスちゃん雨に打たれて震えてる描写が明確にあったんですよね。まあ他のアンドロイドたちと違って寒がってるっていうことを考えると、やっぱりアンドロイドじゃないのかなと。さっきも言ったように、まだトットの家から逃げ出して1日しか経ってないわけですから、単純に傘を持ってないと、それでの雨ざらしになってるんじゃないかなという結論に至りました。はい結局アンドロイドじゃないんかいって話なんですけど、まあ皆さんのなんか考察の参考になればということで、こんにちは、アマンダ。他に見るところもなかったんで、アマンダさんに話しかけます。少し歩きましょう。おおデートのお誘いか甘がみ始まったな。よしあいあい傘でなんかちょっといい雰囲気じゃんヒューヒュー。あの変異体は非常に興味深い。クソ真面目な話だったわ。捕まえられなくて残念です。すいません、ごめんなさい、申し訳ないです。ここは合理的に答えましょうか。その通りです。この操作に向いていないのかもしれません急に弱気入れ替えを検討してみた。なんだよ、それで好感度が上がるんだよとても好感度が上がった顔に見えないぞ。収穫はありましたか？まあ、ハンクとの絆は深まったと思う。トラビスの家探しの時ですね。日記から行こうか。じゃあ日記を見つけましたが、暗号化されていた、解読には数週間かかります。暗号化か、あの八角形の模様か。壁の文字、壁にも書かれてたよね。壁一面に迷路のような絵やシンボルが書かれていました。他の変異体同様 RA9 に執着していたようです。あの模様は何だったんだろう。初出だよね、あれは。あと少しで変異体を捕まえられたというのに。すいません。警部補との関係はどうなりました？もうそれはもうマブでございますよ。ハンクの救出、お鍵が開いた。助けたことを感謝しているようでしたその客観的に言葉ではなく彼なりの表現方法でハンクはツンデレっていうのをコナー風に表現するとこうなるんだな。時間がありません。変異は広がり続けている。時期に世の中にも知れ渡ることでしょう。何としてでも止めなければ。必ず私が事件を解決します。お任せください。お前さっきまで向いてないかもとか言ってたのに。新しい報告が。アンダーソンを探して捜査しなさい。新しい事件か。アマンダさんの正体まだ分かんないけど、やっぱり変異体を止めるということが最優先事項の人物らしいから、
やっぱサイバーライフ社関係の人なのかなといったところで、まあ、まだコナー会だよね、おそらく。今の流れだとハンクさんに会いに来たっていう感じかな。ああ、外に出る。うん、お、ハンク友情、友情だもん、もう。おお、目的の出し方がおしゃれだったな、今。ハンクさん家でいいのかな、ここは。よし。どうも。アンダーソン警部補。ハンクちゃん。いらっしゃいますか。中に入る。はい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 。寝てんのかな。嫌がらせじゃねえか。ちょっとコナー、ちょっとハンクさんに対してちょっと容赦なくなってきたな。まあ、見られそうなところがあるんで見ます。なるほど、いいブラインドだ。こっちからはあんまり見られそうにないので、向こう、こっちもどうかな。ブラインドかかってるけど、裏当てとかにはあるべき。ああ、ちょっと見える。あ、なんかワンちゃんかな、あれ。なんだっけ。ああ、多分ワンちゃんっぽい。スモーだ、スモー。そう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 。ハリー・オードが乗ってるモビルスーツみたいな。そう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 。スモーっていうワンちゃんを飼ってるんですよね。で、こっちが、あそこから見られますわ。もう平然と覗き行為を働いてるけど、大丈夫か、このアンドロイド。おお、ハンクさん、はい、どうした。アンダーソン警部補。事件の予感。ちょっと、ああ、怖そう怖そう怖そう。ちょっと、のっぴきならない状況だ。ここは申し訳ないが、入らせてもらう。よいしょ。土手。いい子だ。おお。スモー。友達だよ。名前も知ってる。ご主人を助けたいんだ。この間名前聞いたからこういうことになったのか。何だったの今の寸劇。ちょっと動物と気持ちを会話すアンドロイド。ちょっとちょ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 、それはそうとして、ちょっとハンクさんは、なんか酒が酔いつぶれてる感じかな。酒瓶が見えるけど、でも拳銃も見えたぞ今。周りを荒らされた様子がない。スモーも落ち着いている。おそらく酒に酔いつぶれただけだと思う。襲われた状況ではなさそう。調べる。うわ。ちょっと見ましょう。アルコールの、まあそうだよね。ただ酔いつぶれてるだけならいいんだけど、急性アル中とかだと病院に搬送しないといけないが、大丈夫か。わずかな不整脈、外傷なし。まあ命に別状はなさそうだ。ブラックラム、スコッチウイスキーいいね。私もピート州強いウイスキー好きなんだよね。問題はこれですよ。リボルバー、残り一発。ちょっと自殺。警部補。まあとりあえず今倒れてるのは酔いつぶれてるだけっていうことが分かったけど。起きてください。雑になってきたらだんだん扱いが。うわ、僕です、コナーです。ちょっともう本当に。これから中の酔いを覚まします。ほっとけってんだよ。させてもらいます。アンドロイドめ。俺の家から出てけ。あなたの力が必要なんです。よいしょ。コナーマジでこの真面目なシーンで面白いことするのやめてくれよ。ご協力いただけますよね。さっさと出てけってんだよ。うわあ、酔っ払ってる。焼け酒か。いや、やれ。もうやれ。友達だから相撲は俺と。よいしょ。くそ、まずい、吐きそうだ。とりあえず解放してやろう。あのリボルバー気になるけどな。まあ、まずは。いいから、ほっとけって言ってんだろ。俺はどこにも行かねえ。大学の友達かよ。何してんだ。ちょっと今なんて書いてたんだろうな。風呂なんて入らねえぞ。すみません警部補。あなたのため。あ、いや、ちょ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 、もう。で、水を出す。止めろ、水を止めろ。
もう勘弁してくれ。真面目なシーンのはずだろ。お前ここで何してんだ。43分前殺人事件の通報。うわー、バーにいらっしゃらなかったので自宅に来ました。うわ、急に冷静になるな。だが何が悲しくて自分のアンドロイドにてめえの家でこんなひどい目に遭わされなきゃならねえってんだよ。本当だよ。頼むからほっといてくれよ。コナーは真面目にやってますので合理的に。いいえ、それはできません。あなたなしではこの事件の捜査が進められないんです。お前の任務なんて俺の知ったことか、ね、警部補、あなたは今まともな。余計なお世話だよ、さっさと出て行け。どお、あ、優しいコナー。ちょっと冷静になったかい。うわー、茶化して、ここ、ごめん、ちょっとお茶目出していい？茶化してみたい。そうですか。まあどうせつまらない事件ですし。風俗店で発生した殺人事件です。私たち抜きでも平気でしょう。煽るやん、茶化すというか。風に当たるのも悪くはないかも。ちょろ。寝室から服を持ってきてくれ。ハンクちょろすぎる。持ってきます。服ね、はい。もうどういう、ここでいいかな、どういう感情で見ればいいのかわかんねえよ。どの服にしますか。どれでもいい。うわ、ヒッピー風、ヒッピー風いいけど、まあちょっとここは一旦ガラスシャツとかでお茶を濁しとこう。さすがにふざけすぎな気がする、ヒッピー風は。ごめん、ちょっと今のは、もしどんな感情で見ればいいかわかんなかったけど、今笑うとこじゃなかったらごめんなさい。めちゃくちゃ笑っちゃった。真面目に聞きたかった人申し訳ない。ちょっと笑いを禁じえなかった。特に調べられるところもなかったんで、服を届けに。おお、大丈夫か。平気ですか、警部補。おお。いい気分だ。すまんが、5分だけ待ってくれ。いいよいいよ。はい。背中さすってやろうか。おお、いい。今のまたモザイクだよ。ハンクのことをもっと知る。なるほど、5分の間にいろいろ調べろと。あ、このなんかロシアとアメリカの緊張の報道はちょこちょこ見るんだよな。オータムブルース、オータムリーブスみたいな曲だな。ハンクはジャズを、あれ、ヘビメタじゃなかったっけ。まあどっちも好きなのかもしれないけど、まあいいや。とりあえずまずちょっと これ気になるよ、これ。そうよ、どういう、いや本人には言わないでおこう。黙っとくのも優しさだろ。タンクに自殺の傾向、いややっぱそういうことだよな。乱れてんね、食生活が。見る、なんだ、お子さんかこれは。コール・アンダーソン死亡、ハンクは息子を亡くした。うわ、これ絶対アンドロイド嫌いの理由に絡んでるだろう。アンドロイ、どうも。似合ってるじゃん、ガラシャツ。ちょっと柔和な表情。スムちゃん、ちょっとね、ご主人様をお借りしますよ。かわいい。ロシアンルーレットに一発の銃弾が入ったリボルバーか。エデンクラブに向かった。おお、エデンクラブって雑誌にあった風俗店だね。そっか、風俗店の殺人事件を調べに行くって言ってたもんね。ハンクの家もっと調べられたな。あの写真を見るのがトリガーだったわけか。まあでも最低限ね、調べなきゃいけないことは調べた感じだろう。まあちょこちょこ調べ漏れもあるけど、勘どころは抑えたということで、一つ。あの息子の写真、想像の域はまだ全然出ないんですけど、なんか昔アンドロイドが暴走したかなんかで息子さんを亡くしてしまった。それでアンドロイドが嫌いになった。ジャズが好きなのにヘビメタを聴いてるのは、息子さんの音楽の趣味がヘビメタだったから、それで未だに聴いてるみたいな。
まあ全然まだ、ね、根拠が足りないけどね、今はそんな風に推察しておりますが、今後分かってくるでしょう。そんな感じで今回はこの辺で終わっておきましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回。